はい、えー、皆さん、えー、もう早いもので2日間の、えー、AWS サミットも終わりに近づいてまいりました、えー、デベロッパーゾーン最後のセッションは、まあ、皆さんとですね楽しんで、えー、クイズ大会をやっていきたいなと思います優勝を狙えデブゾーン杯争奪デベロッパークイズを決定戦の決勝戦となっております是非、えー、ですね、えー、聞いてらっしゃる皆様も Twitter とかでですね自分の答えはこれだと思うというのをどんどんつぶやいて一緒に盛り上がっていただければなと思っております えー、司会をさせていただきますのは先ほどのセッションから引き続きまして Debex チームのソリューションアーキテクトの金森とはい、えー、AWS ソリューションアーキテクトの福井です皆さんぜひ楽しんでくださいそしておちみずです、はいえー、同じくソリューションアーキテクトのおちみずです皆様、本日は最後までお付き合いくださいそして、えー、厳しい予選を勝ち抜いてですね、決勝進出されたお三方をご紹介します では高橋さんどうぞあはい、えっと、アイレット株式会社の高橋周一といいますとすごい緊張してるんですけどなんとか3位以内には入りたいと思います続きましてえ山口さんですかね大丈夫ですか、ね、山本さん失礼しました、えっと、山本さんお願いします、はいえっと、DXC テクノロジーから参りました山本と申します 最近はもうデベロッパーとしてあのする機会は減ってきてあの懐かしいなと思いながらよく聞かせていただいてますあのまあせっかくあの出動するんであの一になって帰りたいと思いますのでよろしくお願いします。強気の強気の自己紹介ありがとうございます。<laughs> えすみません最後山口さんお願いします。はい、株式会社ジェネコムの山口裕太と申します。普段はアメリカアップルの子会社クラリスファイルメーカー クラリスインターナショナルインクが開発しましたえっとクラリスファイルメーカーというローコードプラットフォームを使って開発を行っております本日は1問でも多く正解できればと思いますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますこのお三方が厳しいですね予選を勝ち抜いて決勝に進出されましてこれからですねこちらのトロフィーこの3つのトロフィーをですねめぐって決勝の大会を戦っていただくという形になってまいります えー、優勝の方はこんなですねかっこいいトロフィーをもらえるのでぜひ、えー、頑張って1位を目指してください。えー、続いてですね、えー、ちょっと 予選をですね見られてない方もいらっしゃるかなと思いますので簡単に予選の様子とあの今回参加された方も実はまだ知らないですね予選の結果について簡単にご紹介したいなと思っております <laughs> 予選はこんな問題でした、えー、通常問題がですね1ポイント15問で高難度の問題になると5ポイントの5問で合計40点満点の、えー、全20問の問題を皆さんにチャレンジいただきましてなんと当日はですね100名以上の参加者の方々にご回答いただきました、うん でえー、この結果です、ねえー、実際の平均点どれぐらいだったでしょうかといいますとなんと平均点15点という、ね、<低>い <laughs> <laughs> ちょっと問題を難しく作りすぎたんじゃないかというぐらいに厳しい関門を <laughs> ただです、ねえー、ここに並んでいるお三方なんと全員同じ得点で最高得点を打ち出されています。 28点というですね素晴らしい点数、平均点のほぼ倍ぐらいのですねえ点数を取られていらっしゃるというところでえ今日のですの決勝戦も非常にハイレベルな戦いを期待いただければなと思っております。 ちなみに、えー、予選の問題をですね少しどんな問題が出てきたのかというところをご紹介したいなと思いまして予選で一番なんと正解率の低かった、えー、正解率9.8%というですね <laughs> 高難度の問題を、えー、持ってきました、えー、こんなですねドッカーファイルと、えー、その CLI のコマンドがあるのでそれを見てですねこの CLI のコマンドを実行した場合にどんな出力結果になるでしょうという問題ですねどうでしょう えー、見られてる皆さん答えわかりますかね四択が出てるんですねこんな四択ですハローユーネームリナックスエラーとでそこででは決勝審査の皆さん早押し問題でこれの答えどうでしょうかお高橋さん高橋さんかなはい高橋さんご回答どうぞ三番リナックスお、はい、素晴らしい三番のリナックス正解です正解内水さんこれ問題作った内水さんから簡単に、えー、解説いただいてもいいですか <laughs> はいこれはですねちょっとした引っ掛けになってましてえ Docker ファイルでですねコマンドとエントリーポイントを指定しているんですけど CLI でエントリーポイントを上書きしているとそれをするとですね Docker ファイルのコマンド命令ですねこれ無視されますので U ネームが実行されて Linux が表示されるっていうかなりいやらしいといいますか引っ掛けの問題でした。<laughs> この問題こういう高難度の問題もですね皆さんはもしかすると当日実は正解してなかったかもしれないんですが、えー、乗り越えてですね、うん、え来ていただいている方々ですので是非、えー、このハ,ハイレベルな戦いに期待していただければなと思っておりますでは、えー、決勝のルールの説明をしていきたいなと思います <laughs> え決勝ルールはですね、えー、予選と違いまして早押し問題になりますべて早押し問題です で一般的なジェネラルな問題を4問これは1ポイントです、えー、次にデベロッパーゾーンからの挑戦状ということでまあ、今日までの2日間ですね、えー、セッションやっていたデベロッパーゾーンの各セッション6個のセッションからそれぞれ問題を出してもらってますでこちらは2ポイントです回答者がいない場合ですね途中からヒントの4択が表示されますが途中まではヒントなしでの回答になります でこの4択の択表示前に回答できますと点数が2倍なのでデベロッパーゾーンからの挑戦状であれば4ポイントトゲットででききるわけすすねという形になってきますただしお手つきをしてしまうとその問題の解答権失ってしまいますのでえ4択を見てから確実に答えるかこれ分かるなというところで逆転を狙ってですねえ4択表示前に早押しにチャレンジするかというところも含めてえ皆さん戦略を持って戦ってみてください。点数はですね え問題が変わるたびにですね下の方に表示されるようにしていますのでえ見られている皆さんもですね誰が勝つかを予想しながら自分も問題答えてみていただければなと思っております。では回答者の皆さん準備はよろしいですか。よろしいですか。え早押しのボタンに早めに手を挙げ <laughs> てください。はい、残念ながらあのちょっとボタンは安物なのであの答えてボンって押したらですねあとで自分で戻すというところあの指導でやっていただきたいと思っております。<laughs> では早速参りましょう、えー、第1問問題です OSI 参照モデルのうち図の空欄に当てはまるものを回答してください、えー、このハテナハテナハテナですねになっているおっ野口さん野口さんトランスポート層おおすごい大正解です2ポイントゲットですはい2ポイントゲットですね、えー、回答というところで野口さん2ポイント トトランスポー,トソーです早速、えー、点数2倍をしっかりゲットしていただきました素晴らしい素晴らしいですねじゃあ早速どんどんいきますよ続きまして次の問題です AWSSDK に実装されているリクエスト失敗時に次のリトライまでの待機時間を徐々に伸ばしていくアリゴリズムを何というでしょうおっあっ山さん<え>エクスポネンシャルリトライあっ山本さんエクスポネンシャルバックオフ 素晴らしい<ー>正解です山本さん2ポイントえー、ちなみに4択はこんなものでした、えー、高橋さん残念少し惜しかった惜しかったですね, <laughs> ですねえー、実はですね AWS の SDK で、えー、指数関数的にトライの待機時間を残していくエクステンシャルバックオフというアルゴリズムを言っています ちなみに1番のジッターというです、ね、ランダムに待機時間を伸ばすアルゴリズムと組み合わせることで余計な負荷がかからないような実装が AWSSDK にはもともと含まれてますのでぜひこのあたり調べていただくとです、ね、ドキュメントやブログでも詳しく解説しておりますので見てみてください。ででは問問目です問題 AWS の API にリクエストを送信する際の SIGV4 の署名プロセスにおいて生成した署名をリクエストに追加する方法をすべてお答えくださいさあどうですか4択が出る前に答える猛者はいないかすべて答えるは難しいですねそうですねここは慎重にあっここ皆さん慎重にここは慎重に4択でお待ちですか取られていますねこの4つが選択肢です はい皆さんいかがでしょうかは勝負に入るかどうかですねさあ制限時間も残り少なくなってまいりました四択なので答えるのも得ですよどうぞ三番<あ>3番 HTTP ヘッダーかペイロードの末尾かクエリも事実残念外れです<念>あ山,山口さん,山口さんどうぞ四、えっと、番 おめでとうございます正解,正解ですクエリ文字列か HTTP ヘッダーが正解となりますヤンジさんポイントゲットしました s,、えー、s i v 4でですね生成した署名は、えー、クエリ文字列か HTTP の、うん、オーソライゼーションヘッダーこのどちらかで送ることができます、えー、ゲットでですね送るときにはクエリ文字列を使うとか、はい、そういうところになってきますかねちょっと難しかったかもしれないですね <laughs> はい。 はい、ではですね、えー、続いて、えー、一般問題最後の問題ですねアンプリファイ・ジャバスクリプト・ライブラリのアナリティクスカテゴリーで使えるサービスを2つ回答してくださいこれはアンプリファイを使っているとよりかもしれませんさあどうでしょう皆さん慎重ですね <laughs> ここもまだ逆転する点差ですからねそうですね ではそろそろ四択を表示します。どうぞ山口さん。えっと一番一番。1番ええー、アマゾンピンポイントとアマゾンキネシス。はい正解です。正解です山口さんさらに一ポイント追加です。 はい、えー、アンプリファイのですね、JavaScript ライブラリーでは、えー、アナリティクスカテゴリーで Amazon、えー、ピンポイントと Kinesis の連携を作ることができますあのアナリティクスなのでクイックサイトとかですね、レッドシフトと勘違いしやすいかなというひっかけでしたが見事、えー、突破していただきましたというところでございます、はいえー、ここまでがジェネラル問題の早押し4問でしたが、うん、どうでしょうここまで内水さんここまでの勝負はどう見てますか そうですねまだ序盤なんで皆さん優勝の可能性残っていると思いますのでこれからのデベロッパーゾーンからの挑戦状頑張って頂ければと思います<は>いちなみにどうでしょう高橋さん今回デベロッパーゾーンって見る余裕ありましたか <laughs> あ1個だとさっきあのこの直前のやつはあそこで見せてあ,ありがとうございます,す <laughs> ありがとうございます <laughs> ありがとうございますありがとうございますじゃあですねあの見てたセッションがもしかすると有利かもしれないので <laughs> えなんとデベロッパーゾーンからの挑戦状の問題はえ皆さんにどの問題をですね えー、すか選択してもらうことでできますなので今、えー、若干、えー、不利になっている高橋さん、うん、高橋さんから、えー、どのジャンルの問題にチャレンジしたいか、えー、選択してくださいで問題が始まったら皆さん全員で早押しになりますああじゃあえっとコ,コンテナセキュリティィいいですね確かに、えー、見られたとおっしゃっていたのでじゃコンテナセキュリティですね えー、コンテナセキュリティのセッションデベロッパーゾーンの一番最初のセッションでした、えー、そこの Docker ファイル書いてるあなたちょっと待ってそのコンテナって安全ですかというところで、えー、杉田と高橋のセッションがございました彼らからですねコンテナのセキュリティに関する問題を出してもらっていますでは皆さん準備はいいですかねはい行きます問題、えー、コンテナセキュリティのリスクと対策をまとめた NIST が出しているガイドの番号を回答してくださいどうでしょう ニスト米国国立標準技術研究所が出しているですねコンテナセキュリティのガイドラインがあるんですよね結構マニアック問題ですねこれそうですねこれは4択じゃない <laughs> この状態で答えられるのはかなりの猛さになりますねすさあどうでしょうセッション見られてる方もここでは難しいかもしれないですねセッションでも実は端っこの方に書いてあっただけなので、うん、<laughs> 覚えてるかどうかですねじゃあ4択を出しますよはいどれでしょう これはもう考えても仕方ないと思いますので、<あ>はい、あ<や>山口さん、山口さん、三番ですか、ね？三番、お、三番、ニストエスピー八百百九十、正解です、正解。山口さん二ポイント追加です、すごいで、ね、山口さん、ご存知でしたか？ちょっとセッションをはい見ていてなんとなくやる気を出した。<laughs> はい、えー、少し解説です、えー、コンテナセキュリティのですの、ね、リスクと対策をまとめたニストのガイドですが、まあ、これ全部答えは今おっしゃった通り SP8190 なんですが、うん、他も一応ちゃんと存在してていいるガイドになっています、えー、53がですね組織と情報システムのためのセキュリティおよびプライバシー管理策というところで主に米国政府組織のですね、えー、使うための、えー、リストになってます。 で次に、えー、非、えー、政府組織ですね、えー、非連邦政府組織及びシステムにおける管理対象機密情報 CI の保護という形で、えー、SP-80171 がありますで、えー、今回問題だった190がまさにアプリケーションコンテナセキュリティガイドというところでコンテナでのアプリケーションの、えー、考慮すべきセキュリティについてまとめたリストになってますね。最後、えー、207は比較的新しいものですがゼロトラストアーキテクチャに対するガイドになっています。うんうん あのこれらですねやはりあの非常に興味深いまとめ方になっていまして実際、例えば SP890 の場合のコンテナセキュリティの全体像というところでえ実は高橋と杉田のセッションで,ですねこのように紹介をしていました、うん。えぜひ見てみていただければなと思いますしこの辺りに関連したですね解説セッション AWS でもえーオンデマンドで紹介したりもしてますのでもしよろしければ見てみていただければなと思います。じゃあですね えー、回答いただいた山口さん次の問題を選んでいただければなと思いますコンテナセキュリティ以外で、えー、選んでくださいはいえー、っとじゃあ IACCICD でああ IACCICDIACCICD ですね I C D、えー、こちらはですねおっとちょっとリンクが変なところに飛んでしまったんですが少々お待ちくださいねリンク直しますよいしょ はい、えー、AWSCDK で CI/CD 付きの Web アプリを作ろう開発風景をライブコーディングでお届けしますというセッションがこちらも昨日ありましたね CDK でリアルタイムに CI/CD が付いている Web アプリケーションを作っているライブコーディングをお届けしました、うん、楽そうだな <laughs> はい、えー、こちらじゃあ問題いきますよはい問題です CDK パイプラインで各環境にアプリケーションをデプロイするために複数のスタックをまとめるクラスを答えてくださいここは慎重ですかねここも皆さん慎重に考えられてますね、うん、CDK そうですね今だと4ポイント入る答えです,、ね、です今だと4ポイントです、ね、ここははいさあ皆さんいかがでしょうかここ今 なんだったっけって考えているところだと思うんですけど <laughs>。はい、では四択が表示されます。お。これは C. D. K. パイプラインを使ったことがないと、なかなか難しい問題かもしれないですね。かんでいくかどうかですね、勝負に出るかどうか。あ。はい。山本さん。四番,4番パイプライン。四番パイプライン。残念、不正解です。 あ、山口さん二番ステージお,ーおめでとうございます正解です解素晴らしい山口さん二ポイント追加ですい、ま、はい山口さん二ポイント追加です山口さんがだいぶちょっとリードしていますね、うんえー、では解説のセッションに入りましょう、えー、と今ですねお答えいただいた通り、えー、答えはステージになっています えー、CDK パイプラインですね、うんえー、実際セッションの中でもこのスライド出てたんですがもともとですね普通に作っているとあまあアプリケーションとスタックコンストラクトという形になっているところですね,ですね、うん、ここにステージというのを入れて、えー、複数のスタックをまとめるということが CDK パイプラインだと実現することが可能になってます。うんうん、CDK パイイイプランンどううでですすすすすかかか福井さん、はい、おすすめのポイントとかあっったりりりしますかあそうですねあのやっぱりあのより あのそれぞれのスタックを組み合わせるよりも簡単にですねあらかじめ用意されたものを使うことでパイプラインを組むことができるっていうのは一つあまあ優れた点かなというのは思いますはいぜひぜひなので昨日のセッションですねあの録画もそのうち公開されますのではいそうですね<の>ぜひそちら見ていただいて触ってみていただくと嬉しいかなと思います山口さんおめでとうございます素晴らしいです素晴らしい もう他の方はこれから勝負に出ていかないといけないです。四 <laughs> <laughs> 点問題でこう頑張っていただければと。高橋さん山本さんぜひチャレンジをしていきましょうというところで、えー、ではですねまだ問題選んでない山本さん。はい、えー。問題の選択をお願いします。AI ML で。でね、あ<っ> AI ML ですね。AI ML でははい AI ML、えー、昨日のセッション二 <laughs> 個目のセッションですね。 開発者がデータサイエンティストと描く ML Ops というところでライブアーキテクティングでお見せしました、えー、彼らからはです、ねえー、Amazon s a g e m a ー e r のちょっとマニアックな問題を出してもらっています、うん、いきますよゆうゆうよろしいですか問題 AWS が提供しているコンテナイメージを利用して SageMaker ーーの推論エンドポイントを起動した際にそのコンテナ内で HTTP リクエストを処理するフレームワークの名前は何でしょう <laughs> という問題です これはなかなかマニアックですね。うん。ジムさんコンテナスペシャリストのジムさん、これ。これちなみに私は知らなかったですね。知らなかったですよね <laughs>、はい。かなりマニアックな問題だと思う。思こ <laughs> れはかなりマニアックですね。っやっぱりあのエムエルのスペシャリストはなかなかえげつない問題を出してくるなと私も、うん。ね、なってしまったんですが。これは四択で。四択,、ね、択です。勝負に出るか。あ、お、これは高橋さん、長谷さん。二、二番。 あどうですか？二番。二番。Envoy p r o x 二番。あ残念。Envoy Proxy でありません。山口さん。えと四番。四番。Fast API。違います。残念。じゃ山口さんどうぞ。一番。一番。MMS。MMS。はいおめでとうございます。正解です。なかなか消去法に近い山口さん二ポイントです。 はい、えー、回答をさせていただきます、えー、こちらですね、えー、正解は今お答えいただいたとおり MMS というところで、まあ、マルチモデルサーバーという形で、うんえー、AWS のですねラ AWS ラボーズというですねオーガナイゼーション上で、えー、開発している OSS になってます、えー、なので成人メーカー以外からもですね、うんえー、皆さん使っていただくこともできるので、えー、もしよろしければですねこちらちょっと興味持って見ていただければなと思います。 ちなみに、まあ、NGX とかはですねご存じの方多いかなと思いますがエンボイプロキシーとかってどういうところで使われるか内海さんから何か少しおえし、ねえっと代表的なところだとサービスメッシュと呼ばれるアプリケーションレイヤーのネットワークを制御する仕組みの中のデータプレーンとして使われるようなケースが多いですね。うんうん なのででそうですね政治メーカーもうまいことエンボイプロキシを使って API を提供してるのかなって思ってもおかしくないかなと思いますしファスト API という名前もですねなかなかき、うん、っかけになってたかなというところで,で,、ねでね、難しい問題にナイスチャレンジをしていただきました、うんえー、ではですね、えー、高橋さんの選択問題に戻りましょう、えー、高橋さん、えー、下の3つからですねどれか、えー、選んでいただければなと思いますがいかがでしょうか じゃあサーバレスアーキテクチャであ来た <laughs> ここはさっきまで私と福井さんで話してたところですね <laughs> これを見てれば答えられます <laughs>、えー、はい、えー、我々はですねヘキサゴナルアーキテクチャを利用したラムダ関数のドメインモデルの実装のライブを行いましたということころで、えー、アーキテクチャの問題を出させていただきたいなと思います行きますアリスター・小バン博士の提供したヘキサゴナルアーキテクチャの別名をお答えください お田田さんオ,オニオンアーキテクチャああ、あ惜しい残念 <laughs> 不正解ですさあ、他の方いかがでしょうか勝負に出るか山口さんがここで回答できると、ね、<laughs> 山口さんと同点で並ぶんですがでは選択で,では,はい。 実は二番の日本アーキテクチャは選択肢には入っていたんですがどうぞ山本さんポートとアダプター正解です正解ですおめでとうございます山本さん2ポイントゲットですはいというところでですねえ回答になりますが今お答えいただいたとおりポートとアダプターが正解となっております えこちら福井さんがですね先ほどのセッションで解説してくださっていましたが改めてちょっと簡単に解説をお願いできればと思いますそうですねヘキサゴナアーキテクチャーというのはそのえとドメインモデルに対してポートを経由してえその外部からアクセスしてきた時にアダプターがそれを変換してポートを呼び出してポートからえドメインモデルをアクセスするという考え方ですねであの今押した オオニオンアーキテクチャも非常に近い考え方ではあるのでよく似ているとは言われます。こんな絵ですねそうですすねねそうこれでいうところのアプリケーションはポートによって接続されるというところとアダプターが外界とのノリの役目を果たすというところですね。でこの呼び出す駆動側をプライマリーアクターで呼び出される側をセカンダリーアクターというふうに言いると。これがヘキキサゴアーキテクチャの まあ、形ということですね、はい、ぜひ、えー、こちら、えー、実際にコー,ドコーディングでですねお見せしていたコードは GitHub でも紹介されておりますので、はいえー、ぜひそちらもご覧いただければなと思っておりますぜ<ひ>、えー、残るはモバイルとゲーム開発になりますが、えー、では今お答えいただいた山本さん、えー、もしかするとワンチャン逆転がありえるので、うん、どちらを選ばれますかモモバイル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  モバイルフロントエンドをオログいただきました勝負ですねではい、えー、モバイルフロントエンドのセッションはですね、えー、3小限のコーディングでフルスタックアプリ開発をというところでアンプリファイスタジオを活用した開発ライブという形で、えー、渡辺とですね、続きからセッションを送りさせていただきました、えー、ぜひアンプリファイスタジオを使ってみてくださいということでアンプリファイスタジオに関連するこんな問題です 2022年5月現在アンプリファイスタジオがフィグマンのデザインあどうぞ山口さんリアクト素晴らしい正解です正解山口さん4ポイント早く出た4ポイントおっとこれはもしかするとはい、えー、このような形でですね、えー、お答えいただいた通りリアクトになっています アンプリファイスタジオをですね使っていただくことで Figma というですねツールを使って UI コンポーネントのデザインをしてそれをリアクトのアプリケーションにインポートすることができるようになっていますまあ現在リアクトのみ対応という形でセッションの中でもこのように紹介をされておりました是非是非ですねアンプリファイスタジオを使ってみていただいて皆様のですね UI をより良くしていくというところにチャレンジしていただければなと思っておりますではえ最後ですね、はい デベロッパーゾーンからの挑戦場、最後の問題はゲーム開発の問題となっております。えー、ゲーム開発のセッションでは、えー、ゲームサーバー RTA in Summit Tokyo というところで、えー、リアルタイムにですね、ゲームリフトのを使ったゲームサーバーのですね、デプロイというのをまあ、RT a というのはリアルタイムアタックの略称ですね。うん 行っていましたで、えー、実際にですねデプロイされたアプリケーションを皆さんに遊んでいただけるようにやってたんですがあの実際、ライブのところはちょっとトラブルがあってですねあの時間内には残念ながらデプロイできなかったんですがあの先ほどツイッター上で岩井がですねあの無事デプロイできたものを公開してたので <laughs> たあのまだ遊んでない方はぜひです、ね、遊んでみてくださいあのちゃんとですねデプロイはされております、はい、というところででは最後の問題になります。あのはい 高橋さん諦めずにですね<あ>チャレンジを、はい、押していただければと思っております、はい、でははい問題ですゲームリフトのエイリアスでサポートされているルーティング戦略でゲームクライアントに対して直接メッセージを返すような機能の名前は何でしょうかこれもなかなか、えー、ゲーム開発とゲームリフトの文脈の問題なので,で、ね、なかなかマニアックですが まさに決勝戦という格好ですが、決勝を見てないと難しいかもしれないですね。そうですね。皆さんここは四択。うん、四択ですね。四択ですかね。では四択に移らせていただきます。はい。エイリアスの四つの名前が出ていますが、高橋さんどうぞ。三番。 三番。お、素晴らしい。三番ターミナルエリアス<ー>正解です。正解ですおめでとうございます。高橋さん、オンイントです。<laughs> ちょっとこれはですね、えー、回答をまずはさせていただきたいなと思っております。はい、えー、ゲームリフトエイリアスという機能があってですね、まあそこでサポートされているルーティング戦略のお話でした。で、えー、実はこれ正解はターミナルエイリアスお答えいただいた通りそうなんですが、えー、他は、えー、存在しない名前になっております。 実際のセッションの中でもですねあったんですがこのエイリアスというのはそもそもゲームリフトのですねサーバー群フリートをですねアップデートしたときにクライアントゲームのクライアント側がそのエイ,リアスエイリアスを使うことによってフリートが変わってもですね接続をし続けることができるという機能になっております、うん。 ただしこのターミナルエリアスというのはフリートがですねまあ例えば分かりやすいところで言うとスマホアプリのゲームでアップデートがかかった後に更新しなきゃいけないとかそういうときにですねクライアント側にフリートサーバー側がアップデートされたから更新しなきゃだめですよということを通知するというときに使うのはこのターミナルエリアスシンプルエリアスを使っていると逆にですねそのままクライアント側はそのままアプリケーションを使い続けることができるというような機能を提供しておりますと。 というところででぜひですね祝い、えー、のセッションも見ていただくとどうやってゲームリフトを使ってですねオンライン対戦だったり、えー、マチゲームあの待合部屋みたいなですねものを作れるかというところをリアルタイムにライブしてますので、えー、ぜひ動画が公開されたら見ていただければなと思っております。というところで、えー、皆様ご参加いただきありがとうございました、えー、こちらのですねクイズ大会はここまでという形で、えー、結果発表に移らせていただきたいと思います。えー まずですね結果発表の前に、えー、参加いただいた、えー、皆様に大きく拍手をいただければなと思いますしの正直非常にマニアックな問題が多くてですね悩んでしまったかなとは思いますが。うんあの どの問題もお答えは正解は出たというところで素晴らしい結果だったかなと思っております。いうんえー、というところで、えー、ではですね1位は、えーまあ、もう下に画面出てますのでまず1位から発表させていただきますが1位は山口さんですおめでとうございます。 1>, えー、1位の山口さんにはですねちょっとコロナ禍ということもあって直接手渡しはさせていただけないんですがこちらのトロフィーを授与させていただきますおめでとうございますおめでとうございます続きまして2位は山本さんですおめでとうございますおめでとうございますそしでとうございますでした。おめでとうございますおめでとうございます 皆さんですねあの非常にハイレベルな予選を勝ち抜いてきただけあってですねあの決勝の問題だいぶ難しかったかなと思うんですがすべ、えー、てお答えいただいてありがとうございますというところでどううでしょう、えー、最後にまだちょっと時間はありますよね、えー、ので、えー、そしたらですね決勝参加者の皆さんから一言ずつコメントをいただいて終わりにしたいかなと思うのでうん、うん、そしたら高橋さんからですねコメントいただければなと思っております。いいかかかがでしょうかあはい、とりあえず最後なんか、はい 単語の意味だけ雰囲気で一つ答えられて良かったなと思いました<え>あのい,あいろいろ便利なものがあるんだなと思ってちょっとこれからもあの勉強していこうと思いますありがとうございます。素晴らしいありがとうございます。ありがとうございますあ<の> <laughs> お日本アーキテクチャとかあのかなり惜しいご回答が多かったので <laughs> <laughs> はい次回あればぜひまたチャレンジいただければなと、うん、チャレンジしたのはいいところですね思っておりますえー、続いてでは山本さんえー、ぜひコメントいただければなと思います 予選に引き続き難しい問題が多くてあと UI 周りアンプリファイとかほとんど触らないのでちょっと全くわからない問題もありちょっと残念でしたが勘もさえず4択もいくつか外してしまいましてまたちょっと機会があればぜひありがとうございますぜひまたの機会にそれまでにアンプリファイも触ってみていただすね一りありいろいろ触ってみようかなと思いますありがとうございますありがとうございます じゃあ最後山口さんあの優勝おめでとうございますいかがでしたでしょうかはいえーとまさかあの優勝できるとは思っていなかったんですごい驚いていますでとても嬉しいですはいでまあ今後も引き続きあの AWS いろんなサービスがあるので、えー、勉強を続けていってまあ今回わからなかった問題とかも全部わかるぐらいに、えー、知識を高めていけたらなと思いますはい本日ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたあの ちなみにですね、えー、事前に社内でドライランをした時も全問正解した人は誰もいないぐらいですね <laughs> あのやっぱりもうそれぞれ AWS のサービスはいろんなお客様に使っていただけるようにさまざ、あ、まなサービスをですねお客様からのフィードバックをもとに幅広く作ってますので、まあ、実際使われる時は、えー、ときっと皆さん自分の要望に応じたものをうまく探してうまく組み合わせて使っていただくとよろしいかなと。 思いま,すがまああのクイズ大会ということでですねわざとかなり広範囲の <laughs> 問題を出させていただいたので、まあ、これをきっかけに興味を持っていただければ幸いに思います、えー、ではですねちょっとお時間早いので、えー、せっかくなので参加した SA からもですね一つずつコメントを言って締めさせていただこうかなと思います、はい、えと福井さんからいけますかねはいあ皆さんあのご参加いただいた皆さん本当にありがとうございましたあのまああの 難問とと言っていいと思い思ます <laughs> 本当にあのマニアック問題が多くてただあのそうですね今日はあの2日間 AWS サミットを通じてです、ね、このデベロッパーゾーンもですねさまざまなセッションをやらせていただいて、まあ、これだけ多くのサービスを、まあ、AWS、まあ、あの提供できてるんだなというのを改めて実感したのと、まあ、自分たちも、まあ、その中でですね一つ一つやっぱり あの常に新しい技術が出てきて、キャッチアップしていかないといけないのは同じですので、またこれからもですね。皆さんと一緒に学んでいければなと思い、今日改めて思いました。ありがとうございました。続いて内水さんお願いします。はい、えっと、まずは皆様のご参加いただきありがとうございました。と本クイズですね。予選も含めてなんですが、いわゆるバックエンドとかインフラストラクチャーっていう領域からフロントエンドの方ですね。ま幅広く。 クイズを出題させていただきましたし AWS のサービスもたくさんのものからクイズを出させていただきましたなのですごく難しい内容だったかと思いますそれを乗り越えてですねこの場に来られたお三方本当に素晴らしかったと思います、うん、ありがとうございます加えてですねあの本クイズ大会なんですが予選の時も、ね、Twitter 等からですねあの面白かったっていう声をいただくことができましたので我々としても非常に嬉しく思っておりますえっと AWS のサービスですね、もう本当にいろんなものが出てきまして、機能としてもたくさんのものが出てくる中で、なかなか皆さん、キャッチアップしていくっていうところが難しいところもあるかと思うんですね。で、その中であの、例えばこれはクイズっていう一つの方法なんですけど、こう楽しく学んでいただける仕組みっていうのは非常に大事かなと思っておりまして、よければですねこのクイズ大会も第2回、第3回と続けさせていただきまして、あの山口さんの初代王者として、これからもご参加いただければな <laughs> な,なんて思ったりしております。あの実はどうううもあありりががととごござざいいままししたた はいというととうころでですね、えー、実は第2回を作るとなるとこの問題を作るのはかなり血を吐いて作っているので <laughs> ちょっと私はドキッとしてしまうんですがあのぜひあのもし楽しんでいただけましたら見ていただいた皆様もですねあのぜひ次は回答者側で参加していただければなと思っておりますので、えー、ぜひご,覧いたご参加いただければなと思いますというところでちょっと早いですが、えー、こちら、えー、クイズ大会ここまでとさせていただきたいと思います。ごご視聴いいいたたただ皆ままありがとうございました、また お会いしましょうありがとうございましたありがとうございました